練習してるんです。練習はしてたんで。私のこういう聞いて違いますよ。ついにいやいや違う。僕たちも芸人さんですから、芸人さんってレポーターの練習をしとかなきゃいけないんです。レポーターの仕事って多いんですかね。レポーターの仕事、そういうのはよく絶景レポーターだとかいろいろね、レポーターあるんですか。あります。内村さんが先輩、そう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 、うちゃんじゃん、世界の果てまでやってるからね、ああいう絶景を生かしてもらえるってのは、うん、チャンスがありますから。チャンスある。チャンスをね、ものにしなきゃいけないんだ。その練習を日々あなた積んでるんやってます、やってます。今も、うん、あ、なるほど、うん、そういうことだって。それは見上げたもん。そうなんです。じゃシミュレーションしてたって。そう、今どこのつもりだ。スカイツリー近所に、うん、いいじゃん。いい、うん、世界の果て行かなくて。まあ、世界の果てはちょっとお金ないから。お金は別にお前が出していくわけです。まあ、お金がないから心配しなくていいよ。まあ、とりあえず近場でね。あ、なんか馴染みがあるとこで練習する。そうそうそう、結構現実的に考えて。考えてます。それはやってんの。やってます、やってます、やってます。よく行くの。行ったことないけど。じゃ、馴染んでないって違うんだ。でも意味を成してないんで、ずっとそばまで行ったから。そばのとこで営業見たから。そばまで綺麗ですねってことない。いや、まあ綺麗だったから。もうちょっとこう、なんか絶景なんだったら絶景でこう、レポーターだから。あはあはあ、ごめんごめん、はい、すいません。はい、画面の向こうの人に伝えなきゃいけない仕事はレポーターだから、そうだね、ただ行ってみるわけじゃない、うん、ちょっと順応ってもうちょっとやったらいいかな。なんだろうね、もうちょっと変わった景色が、うん、のとこ行った方がやりやすい。変わった景色、特徴的な、特徴的、季節外れの雪が降るという、そんな謎の情報を得てこの岬にやってきたんですけど、あ、なるほど、そういうのいい。なんかちょっと一回やってみて、はい、私カメラ撮ってやる。あ、本当に今日は期待外れの岬に来てる。期待外れはあなたです。今日は、なんと雨が降るという岬に来ています。大体の雪も降る。夏なのに季節外れの雪が降るという岬に来ていますよ。指先って、ね、あ、さあ、お聞きください。うわ、ここですかね。うわ、早いね。その見っけんのも撮って、一回何、あと撮りますか。はい、はい、というわけで、今日はですね、謎の絶景ミステリーということで、はい、2つ目、季節外れの雪が降る岬というところなんです。今のところ変わった様子はありませんので、日差しもあってなかなか暑い夏真っ盛りといった感じですけれども、ちょっと歩いてみましょう。
じゃあこの友達見たら友達ですよ。ナンバーさんまだいるじゃん。俺70人か。何でそのキルトもはい、お願いします。キルトです。なんで2枚バンバンでやる。キルトですって言っちゃった。お願いします。これをなんと50人に見たといえば50人してくれるそうです。そうなんですよ、見たといえば。はい、以上です。以上です。日本一長いんで。ああ、そうかそうか。まだ見るの余りますね。わっ、こっちカメラさんが聞こえる。ソフトクリームさんになりますね。ソフトクリーム、うわ、ソフトクリーム、これ長いですね、これすごいですね。あ、こんなのこうやって作れるんですね。あ、味が10段から10段からその力で味を読んでいく。10段しかありません。10個の味があるんだ。バニラ、クリーム、ソフトクリームソフトクリームなんですか。ブドウ、桃、いろいろありますね。いやー、10段あんだろ。これが300円で10段あんだろ。10段シルバー、一回ちゃんと見せたこれね、ベロンって新しいお客さんにね、新しいので、これどうですか。マイクどっちが、マイクどうなんだ。ソフトクリーム、ソフト、こっちがソフトクリームですね。では、食べましょう。うん、あ、これはまさにソフトクリームの頂点ですね。いいですね、これ。頂点はもう一番上の段のやつだね。嬉しいですね、これ。あ、次は。下ないんだな。あ、ここは老舗の頂点。頂点だね。せんべい屋さんがあります。一応、新婚方向どっちかが出てる。老舗のせんべい屋さんがありますね。せんべい屋さん。いや、おばあちゃん。おばあちゃん。この野郎。何してる、この野郎。なんで、おばあちゃんって言うの。おばあちゃんって言うの。煙の顔したんだ。技術いるんだよ。せんべいが、まあ、パリッとしてますね。湿ってねえか、このバカ野郎。湿ってねえよ。見せろよ、一回。なんで食った後のやつなんだよ。パリッ、パリッ、パリッ。あ、これ、あ、秘伝のタレ、300円つけて。買ってねえのか、このバカ野郎。やめてよ。なんで俺に言わなきゃ。美味しかったですね。マイクどうなってるの。マイク、マイクどっちを決める。以上です。以上じゃない。以上です。あ、本当ですか。おばあちゃんに一応おばあちゃん長生きしろ、長生きしろ、長生きしろ。次は、お、あんなとこに隠れ家がありますね。隠れ家から、あ、隠れ家がちょっと下から行かないと入る。下から入る、入ってください。どうぞ、どうぞ。下からこう入る。何だよ。あ、入りましたね。なんで入ってんの。隠れ家ってなんで商店街。隠れ家的なお店があったんですよ。な、入り口がちっちゃい。入り口がちっちゃい、入り口がちっちゃいからこう、パカッと。じゃあお前先入ってないで、一回俺がこう、入りまして、お前が入ってくるとこ狙う。おぉ、板前さんにいますね。まあ、隠れ家そのなんか広がりみたいのがあって、ね、広いですね、これ。うわ、広いですね。すごいですね。あ、板前さんが寿司握ってますね。これ、うわ、すごい。幻の。板前さんが寿司握って。あ、そうなんですか。あ、そうなんですか、じゃないよ、やめて。あ、そうなんです、見たら。なんかもう終わりそうじゃない。時間で。あ、寿司食ってねえだろ。築地から直送してるそうですよ。あ、そうなんですね。このコーンがすごく築地から直送してるコーンがありますね。もっと魚介のやつあるからね。なんでコーンなの。あ、このランディス見たら2個が2個になります。変わんないじゃん。変わんねえだろ。あ、ありがとうございます。いやー、ガリガリ食べ放題です。いやー、入ってるし。おいしいです、これね。ガリを食ったのよ。ガリを食った。これはコーンです。コーン。コーンしか出さないのか、この隠れ家的な寿司は。商店街で。隠れ家でも来てほしいと言ってます。隠れ家でも来てほしい。じゃあ、外装変えた方がいいよ。以上です、こちらからは。なんかもう一軒ぐらい行ってよ。もう一軒ぐらい。食い物ばっかじゃねえか。お、服屋あるね。服屋がある。子供服売ってるんですね。子供服屋さん。子供の。いやー、子供にも行っちゃいます。元気。あ、元気だそうですね。服が、あ、子供服ね。サスペンダーが5個で200円。お、安いですね。すごい。格安の。いらないんだよ、サスペンダー5個。いや、子供服しか入ってない。子供服で販売してるって素晴らしいですね。あ、販売してんの。いや、販売がすごく盛り上がる。あ、販売してる。綺麗な店員さんですね。いや、ちょっと、女の子ね。美人なですね。はぁ、そうですね。嬉しいですね。見てます。嬉しいですね、そうですねってあんた。向こう多分何にも言ってない。あ、今日この昼なんです。あ、友なんです。もう昼なんですね。友なんです。見たら、これ、サスペンダーを、あ、10個にしてくれそうです。やらないよ。10個のサスペンダーを。いいよ。こちら、会場です。以上です。やらないよ。やめてください。どうもありがとうございました。